夜の猫はなんて元気で目が丸くて可愛いんだろうというのが分かってると思うんですね。そういう一般の方が分かってることも、怪人だと有識者の方たちは無視されたという不思議な事実がどうしても、納得いかないという点ではあります。疲れも癒されますし、とても良い場所だったんですけれども、やはりその法律ができてしまいますと、こういった楽しみの場がなくなってしまいますので、とても残念に思ってます。